皆さんこんにちは。見方を変える、世界が変わる、変える VR です。このチャンネルではファミコン世代のおじさんがオキラスクエストなどのバーチャルリアリティ体験を実況を交えながらご紹介していきます。今回ご紹介するのはタイムストール。直訳すると時間の失速、時間の流れが急に遅くなるというイメージでしょうか。果たしてどんなゲームなのでしょう。あ、豪華な宇宙船がやってきました。宇宙空間の周辺にはゴミがたくさん浮かんでますね。この宇宙船はファンタスティックリーブと呼ばれてるみたいで、クラウドファンディングによって建造されたみたいです。まあゲーム上の架空の話だとは思いますが、わあ迫力ありますね。映像も綺麗な方かと思います。音声は英語ですが日本語字幕対応になっています。導入部分も長いのですが、ゲームが始まっても最初何をすればいいのか全く分かりませんでした。ただ途中でやり方が分かるとじわじわと面白さがやってくる感じです。イメージとしてはスーパーホット VR のパズルバージョンといったところでしょうか。スーパーホット VR は時が止まった中で自分が動いた時だけ時間が進み、拳やピストルで戦うアクションゲームでしたが、タイムストールはアクシデントが起きた瞬間急に時間が遅くなり、超遅いスローモーション空間の中で船長とロボットを助けるパズルゲームのイメージに近いかと思います。今話しているのが船長。まあ手が取れた。主人公の僕はアシスタントの人間、そして両隣にいるいつもペアでいるロボット、この中央の船長と両隣のロボットを助けるのがゲームの目的になります。助ける方法は一つではありません。物を投げたり繋いだり軌道を変えたりと解決方法はたくさんありそうです。移動できる範囲は少ないのですが、スティックのスムーズ移動かバープのテレポート移動2種類があります。周辺にあるものをいろいろ掴む動作が多いので、ある程度広い部屋でできるのが理想です。この次はチュートリアルみたいなものですかね。時間が急に遅くなります。ある意味無重力空間の中に入った感じ。飛び出してきたものもすぐに落下はしません。時間が超スローペースで進んでいます。そんな中で動けるのは人間のアシスタントである僕。シャンパンのコルクを開けてみましょう。あれ？なかなか開かないな。ポンと取って、少し泡が吹き出しましたが、投げても止まったまま。あら不思議。向こうに見えるのはボーリング玉かな？なんでこんなとこにあるんだろう。投げてもやっぱり止まったまま。で、これだけでもどんなゲームかわかりませんよね。僕は初代オキラスクエストの時に購入したのですが、想像がつかないからこそ興味がありました。で、最初やってみると、ハテナマーク。このゲームの面白さってなんだろうと謎は深まるばかりでした。時間が戻って、物が一気に落ちました。最初は我慢。じわ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 と楽しくなってくるはず。それでは左手の方にあるナビゲーションを見ていきたいと思います。設定とステージはこちらから選択していきます。ナビゲーションを押すと目的地を選ぶという表示が。その右隣の設定では字幕のオンオフ、言語と移動方法の選択ができます。ナビゲーションに戻り、目的地は1、2、3、4、5、6、7、8、合計8箇所でしょうか。ステージ1はウェルカムホール。どうやらパーティー会場のようですね。それでは一番最初のステージに行ってみることにしましょう。ポチッ。ポチッ。船長が何やら説明をしています。目が一つのロボットが荷物を運んだり、シャンパンを出したり、準備をしています。右の方には黄色いロボット。左手奥の方には青いロボットが移動しています。ん？何やらアクシデントが発生したようです。わあ、空から降ってくる巨大なソーラーフレアがロボットたちに悪影響を及ぼしているようです。あれ？暴走してる？タイムストールまで3、2、1。時が止まりました。短い間、時間の流れが遅くなる。この間に真ん中の船長を助けなければいけません。赤く光っている箱をどかさないと、船長の前に飛んできて、怪我をしてしまい、ゲームオーバーになってしまいます。船長を助ければ、次のステージへ行くことができる。さらに右手の黄色いロボット、左手の青いロボットも助けたい。時間が戻る前に、いろいろ物を動かしていきましょう。このように赤い箱をどかさないと、点線上の軌道で船長に当たってしまいます。これをグリップボタンで握って下に落とすと、よし、これで大丈夫ですね。上の方にある箱も船長に当たってしまいそうなので、掴みたいけど届かない。さあ、どうしましょう。シャンパンを掴むとヒントが出てきました。青いラインで狙いをつけて離せ。おっと、離すと勢いよく飛んでいきましたね。なるほど、後で当たって黄色いロボットに当たらないよう違う方向に落とせるということですね。
この船長の上にある赤い箱も何とかしないといけません。さてさて、あ、このシャンパンで同じように当てればいいということですね。コルクを抜いてシュワッとしたら、あ、前方に青いロボットがいるので、遠くにある円盤を落として当たらないようにしましょう。これで青いロボットも助けられるはず。残りのシャンパンもコルクを抜いて赤い箱の方に飛ばし、船長に当たらないようにしていきます。よし、これで回避できましたね。どうやらうまくいったようです。手首にある早送りボタンを押せばタイムストールの終了時にスキップできますと表示されています。これでクリアできるってことかな。一番最初にこのゲームをやった時はこれだけと思いました。ただ先に進むと奥が深くなっていくんですよね。手を顔の前に上げて手のひらを見るとスキップボタンが表示されるので、残り時間を早めて時間を戻します。さあ、どんな展開が待ち受けているでしょう。あ、青いロボットは円盤がぶつかって壊れちゃった。船長と黄色いロボットはなんとか救出。船長を助けることができ、黄色いロボットも助けることができました。青いロボットは失敗、助けられなかった。 40% 完了。下のチェックマークはサブミッションみたいですね。やったな。助けるロボットはあと1体だけだ。それとも先に進むか。いや、リトライで青いロボットも助けたい。また最初からスタートですね。All premium backers get defrosted and gather here before they're assigned to their luxury cabins.Victoria, what's happening? Captain, I'm detecting a massive solar flare emitting from that star. The solar flare seems to have had an undesirable effect on the robot crew. My robot crew? Oh no, this doesn't look good! Time stalling in 3, 2, 1. Well done. You saved the captain. Now try to save the Bobs.この中に何か入ってますね。あ、風船ですね。顔に近づけると、あ、膨らんだ。本当に膨らましてるみたい。これは VR ならでは。あ、ロボットにくっついた。これで飛ばせるんじゃない？あー、また青いロボット救えなかった。予想通りロボットは上に飛んできました。青いロボットはどうやればいいんだろう。また失敗。シャンパンの軌道をもう少し上の方に傾けた方がいいかも。よし、これで円盤を落として救出。やりました。船長、黄色いロボットも無事。船長とペアのロボット、全員救出することができました。85% の完了です。最初の部屋に戻ってきました。ここでいろいろ遊ぶこともできます。次のステージ2は乗客用のキャビン、客室で船長とロボットを救出することになります。その前にいろいろ試してみましょう。ロボットがピザを欲しがってます。ピザ？ピザはどこだろう。なんか電話で注文しないといけないようです。あ、ここに番号が書いてありますね。受話器を取って、プッシュフォンでピッポッパ。今は携帯電話、スマホ、公衆電話を使う機会も少なくなりましたね。なぜか懐かしい気分に、おやおや、なんか上が開きました。うわ、そのまま落ちてきた。これなんだ。これ食べさせるのかな。うわ、妙にリアルですね。本物みたい。サラミとチーズが美味しそうだな。パクッ。パイナップルが効いてる。あ、ごめんごめん、食べちゃったね。もう一回注文しておきます。いや、ほんと雑だな。はい、どうぞ。あ、よかったよかった、喜んでる。ここには銃が置いてありますね。あ、びっくりした。このレーザービーム迫力ある。ついついバンバンやっちゃいますね。これ何でしたっけ、この名前。懐かしい。あ、吹けましたね。吹くと伸びる、くるくる笛、ピロピロ笛、吹き戻しだったかな。あら、壊れちゃった。なんだろう、このメモ。付箋がくっついた。ガー、感電。あそこは何？何かのバッテリー？入った。あ、クレジットが流れてきましたね。いやー、いろいろ触れますね。楽しくなってきました。チューチューネズミ？このラジオでバック音楽が変えられるのかな？あ、ホッケー？アイスホッケーかな？セーブデータも何個か保存できるみたいですね。動いてる動いてる。飛んでるってこと？
それでは乗客用キャビンに進んでみたいと思います。また船長の説明が始まりました。黄色いロボットは左手手前、青いロボットが左手奥にいますね。ルームサービスかな。なに、どういうこと。取れない。うわー、ガラス割れちゃったよ。って時が止まった。どうするんだろう。空気が宇宙空間に吸い込まれています。わー、金属に景色が反射してる。すごく綺麗。あ、鍵ですね。あそこに敵のロボットが攻撃してるようですね。鍵がついている引き出し発見、一番下ですね。で、シャンパンが入ってました。黄色いロボットを敵から守るためにクッションを前にしたいけどできないな。シャンパンで攻撃しとこうかな。それ、当たるだろうか。青いロボットはどうやって守ったらいいんだろう。船長は下に隠れているので大丈夫そう。さてさて、どうしたらいいのかな。金庫みたいなものもありますね。これを開けてみると、バッテリーでしょうか。どこか差し込むところはないかな。あ、ここみたいですね。なんかロボットがやられてしまった音がしたぞ。気のせいか。もう一回奥までしっかり入れてと、バリアされて、外へ吸い込まれなくなりました。あ、敵をやっつけたってことか。氷をパクリ。冷た。このバケツはロボットに被せれば大丈夫かな。敵が撃ってきた弾を阻止しましょう。あ、強く当てすぎて壊しちゃった。自爆ですね。黄色いロボット救出失敗。でも船長がまだ無事なので大丈夫。さっき覚えたピザを注文しようと。これ関係あるのかな。なんか違うような気がしますね。うん、違う。関係ないかな。時間の使い方間違えた。タイムストールまで。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。どうなる?あー、青いロボットがやられてしまった。船長は無事でしたね。船長だけ救出。25% 完了でもう一度再チャレンジ。さてさて、次はどうやって攻略しましょう。うわ、やっぱり何回やっても迫力ありますね。わーおー。試しに宇宙空間に吸い込まれるのはそのままにしておきます。あら、船長がやられてしまった。うわー、こっちに物が飛んできた。危ない。失敗。また最初の部屋に戻ってきて。え、小さな虫ロボット。何このゴキブリみたい。うわー、飛び跳ねた。なんだこれ、タコっぽい。よし、レーザービームでやっつけるぞ。やられる前に残らず蹴散らせ。害虫駆除成功。次はお腹が空いたよ、ダイナーへ。レストランシェフが登場。また美味しそうなもの出てくるかな。セルフサービスっぽいですね。ああ、忙しそう。ロボットが異常な動き、いっちゃかみっちゃかになってる。お皿が飛んでくる。タイムストームで時が止まる。さてさて、これはどうやって助けるのかな。お金？コインを発見。爆発したぞ。火の中に入っちゃう。ああ、船長を助けられたのはいいものの、これはなんだ？
グリップボタンを押して弾を引き寄せる磁石っぽいですね。押してロボットを向こう側へ。これで浮かんでいるお皿を蹴散らせますね。回数制限もある？爆弾？コインを入れて道具を入手。ドライバーでしょうか？ネジを回します。バッテリーを取ってまた開けると、ここに入れると道具をいっぱい使えるようになった。またまたシャンパン攻撃。なんだろうこれ、接着剤かな。使い方がわかりません。いろいろ考えてつまみ食いしてどうなるかな。だんだん難しくなってきました。救出方法がわからない。また最初の部屋へ。ここで少し休憩。またロボットが何かの食べ物を欲しがっています。あれかな、ホットドッグ。また受話器を取ってピッポッパ。何が出るかな、何が出るかな。出てきたものは、あれ出てこない。うわぁ、スピードよく来た。缶詰パッカ。え、何これ、動いてる。ミミズみたい。え、なんだこれ、気持ち悪いな。揺れて揺れて揺れて、これをパンに挟む。これ美味しいのかな。はい、どうぞ。美味しいみたい。どうやって消化するんだろう。これは金属を磁石のように引き付けるものですね。ステージをクリアするごとに、その中で登場した道具を使えるようになっていくようです。このボタンは何だろう。あ、タイムストールで時間を遅くできる装置ってことかな。うわぁ、個人的にはこれが一番楽しいですね。子供の時によく遊んだな。ボタンを押すと時間が戻ると。それでは次に進んでみましょう。プラズマデッキ。いや、だんだん複雑になってきました。何をどう動かしていけばいいのか。限られた時間の中で頭を使いながら物を動かしていきます。何気に握って離してしゃがんだりと、体を大きく動かす場面も多いので、じわじわと汗をかいて VR ゴーグルを外した後は顔面びっしょり、太極拳のようなスローな動きで運動になっている感じです。いかがでしたでしょうか。簡単なパズルゲームに飽きてしまった。でも理不尽なものは嫌だというように、バランスが取れながらもいつもと違う風変わりなパズルゲームを楽しみたい方におすすめです。最初は何をしていいかわからない、でもやればやるほど面白くなるスルメゲーになります。頭を使ってゆっくり体を動かしながら謎を解いてみてはいかがでしょうか。後半になるとだんだん難しくなってきます。わあ、アクシデントだらけ。後半の展開はどうなるんでしょうか。今回の動画が良かったよ、参考になったよということでしたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バッテリーやドライバー、そしてレバーを引いて酸素ボンベかな？鍵発見、そして爆弾？どうやって使う？あ、違うかなこれ。さあ、結果はいかに？ダメみたい。ああ、どうやって助けるんだろう。助けて。